ちょっとこれでやります。ついにやっぱりジョイコンちょっとおかしくなっちゃって、ちょっとこっちやっていきたいなと思うんですけど、そうじゃなくても980めっちゃむずいんですよ。で、何よりも今1時半やったっけ？ですよ。1時半からニューゲームプラスの方、プラチナスターの方やっていってるんですけど、なんでかっていうと9月12日、めちゃくちゃ忙しくなかったっすか？ドラクエウォークが出て、ゾゾタウンがなんかなって、ゾゾタウン関係ねえ。何やったっけ？ドラクエウォークの編集にも時間かかって、その後、ウィーフィットトレーナーみたいなのの発表があるの忘れててさ、俺。それ、発表だけやなって思ってたんですよね。で、発表だけでよかったんやけど、リングフィットアドベンチャー、ウィーフィットトレーナーの次は、リングフィットアドベンチャーっていうのが出まして、で、それで、それを、動画を英語版も含めて見てたら、こんな時間になっちゃいまして。で、まあ、ドラクエの編集にもちょっと時間かかったっていうのもあるんですよね。編集に時間かかったのは別に編集にこだわったわけじゃなくて、ちょっといろいろミスってしまう。そんなことよりも何よりもさ、ここさ、作り置きしないと絶対無理なの、マジで。だから、俺ね、俺が下手になったんかな。作り置きしないの無理やでさ、ちょっと作り置き許して。作り置きする前にボーってなるわ。3個作り置きさせてって思ったんやけど、でも何のメニューがあるかも分かってないで。芋のやつ作り置きを許してください。すいません、このステージだけ。でもね、一応プロコには慣れてきましたわ。玉ねぎ玉ねぎ、これは芋チーズなんてあるんかな。いや、これ予想で作っちゃってるところもあるけど、ハンバーグだけね、オートマシェフみたいにちょっと作り置きをしとくっていう。これね、作り置きしたら絶対でも100%クリアできちゃうから、その路線どこまで作り置きを許すかってことですよね、自分の中で。もういいわ。でもね、あんまり早いと本当にいけんかってんて。いろいろ作り置いていてもダメや、俺みたいな下手なやつは作り置いておいてもダメや。で、あっちにあるチーズのやつなんなん？あんなねえねえやあんなねえんけ。あれ？下手やわな、結局作り置いても下手やん。これ、なぎさんとかさ、作り置いて、あゆかさんか。作り置かなくてもできるんかな。プレステの点数に合わさったんかな、それとも。あー、危ねえ。今の入らんかったかと思った。ちょっと斜め入ってます、僕の癖で。こっちは、こっちは。危ねえ。下手やわ。あれ？あれ？ 1 個雨、あ、これか。ほら、無理やろ。一応これで、あ、これギリギリ、あ、芋、これいけるかな。980なんすよ。これごめんなさいね、ほんと1個目からこんな変な動画になっちゃって。これごめんなさい。もし作り置きなくでクリアできる人いたら教えてください。急に980って。
でも今までの中で初めてかもしれないですね。作り置き言い過ぎやな、俺。作り置きをしないでも、一応いけてた面しかなかったのに、作り置きをしないといけない設定は俺が下手なだけか、どうか。そして俺のこの動画が、雑談が長すぎれば長すぎるほど、逆に嬉しいっていう人が2人ぐらいいるんですよね。だから、この他の人は多分嫌やと思うんやけど、2人のためだけに俺長いまま行こうと思ってたら、もう一回最初言ったこと言うと、9月12日が、えらいものが発表されまくってるんで、しかも出てるんで、ちょっと時間かかってますが、一応、あと2面ぐらいはクリアしていきたいと思います。リングフィットトレーナー面白そうやよね。だ10月18日に出るっつってるで、ちょうどね、類似マンションまで結構開くと思ってたところにそれが差し込まれるやん。